久保田藩五代藩主。佐竹氏、第二十三代当主。藩には十四人下、自重、右京大部、左小野江少将。三代藩主、佐竹義所の弟で、出会は先藩書代藩主、佐竹義長の次男として誕生。母は、松浦信忠の娘、清掃員。幼名は、千住丸、キューバ。署名は義教。 元禄15年10月15日、五代将軍、徳川綱吉に、おまみする。聖徳5年9月12日、仙台藩主、佐竹義角の末期養子として、家督を相続した。義法は二角のいとこにあたり、二角より年長であった。同年9月28日、七代将軍、徳川栄次に、おまみする。同年12月18日、十四位下次重。 右京大部に除任する。教法2年4月15日、初めてお国入りする許可を得る。遠京元年12月16日、左少々に任官する。議閣と違って安部な人物で倹約令を廃止して税の限りを尽くし、犯罪性がそれにより危うくなると家臣の治療を借り上げるなどしてしのぐありであった。寛延元年には、協作が起こって犯罪性は、 破綻寸前となる。また、後継者に恵まれず、義法本人は、一族の佐竹義明を養子に臨むものの、カローラの反対により、最終的に同じく一族の佐竹義賢を養子に、迎えることになった。寛演2年8月10日、60歳で死去し、後を養子し、義賢の長男、義寛が継いだ。法号は、延命院月、大里主審。 墓所は、秋田県は秋田市線御岳根の天徳寺。義阜は、江戸で、傘の代わりにもなるほどの大きさの秋田の吹きの自慢を、したところ、他の大名から信じてもらえなかった。領民は山野を捜索して2本の巨大吹きを、発見した。それを江戸に運び、判定で他の大名に見せ、名誉を回復したという。この後、巨大な秋田吹きの存在が国中に知られることに、 なったと言われている。これは、馬場文孔が、秋田騒動を描いた、秋田杉敷物語に、佐竹義孔のこととして載っている逸話で、馬場文孔は、法暦8年12月29日に処刑されているので、佐竹義和のものとするのには、矛盾が発生する。義孔時代。ありがとうございます。